乾杯。おヒノキの香りに負けないこのオレンジの香りがいいですね。先週を入れさせていただいてまして、日本酒を醸造するときの特有の甘みとか香りっていうのをなるべく残すようにちょっと温度を下げて低温にして、日本酒以外のものっていうのを上手にこうビールということで増すヒノキっていうのと相性をよく仕上げようとしたっていうのが、今回一番大きかった工夫なのかなと思います。